メインイベントは東洋ジュニアライト級タイトルマッチでございます。現在東洋ジュニアライト級チャンピオンの極東の沼田義明、前世界ジュニアライト級チャンピオンでございました沼田義明が挑戦者に韓国の女教一を迎えまして12ラウンドを行います。現在女は世界ジュニアライト級1位、東洋ジュニアライト級2位でございまして、この試合にもし沼田が勝ちますと再び世界チャンピオンへの道が開けるわけでございまして、沼田にとりましても誠に大事な試合でございます。防衛戦以外にも意味を含んでいる試合でございまして、お互いに世界を狙うためには重大な試合でございます。第1ラウンド、まもなくゴングでやりますが、現在レフリーのニッキーポップが両者に注意を与えました。この試合はレフリーがニッキーポップ、ジャッジが遠山浩、堀田健、この3人で行うことになっております。会場を埋め尽くしました大勢のお客さんから拍手が沸き起こりまして、まもなく第1ラウンドのゴングが鳴ろうとしております。さあ第1ラウンドが鳴りました。さあ郡司さん、まずこの試合の予想ですけど、どういうふうに感じになりますか？まあ、沼田はですね、はい、スピードでは沼田なんかが上だと思うんですけどもね、パンチ力では東京一が上になってると思うんですが、沼田は全般ですね、足を使えるんですが、足を使ってですね、ポイントを稼いでいければ沼田に勝機があると思うんですが、このね、打ち合いになりますとね、東京一はインファイトうまいですからね、それにパンチがありますから、全般で勝負を進めすると危険になります。ジョがですね、はい、一発二発と強すぎの右の強みになると打ちましたけど、はいはいね、あれは怖いですね。あ、怖いですね。まあ、そういう意味ですね、前半の上と、はい、後半ですね、沼田が多いですけどね、沼田はその足を止めると、ね、危ないですからね、やはりこう前後左右に足をよく使うことですね。そうですね、ジョに落ち着き払っております。青コーナーから出てまいりました、青いトランクを履いております。状況一、韓国の強豪でございます。173センチ、一方の沼田義明、白いトランク、白いシューズを履いております。172センチ、大体上背は両者ほとんど同じぐらいでありますが、何か郡司さん、リング上で見た感じでは上の方がちょっと大きいような感じさえ受けますね。たくましさがね、全般にあるんですね、はい、この人は体操もたくましいですね、体つきもそうですね。うまく接続していたしまして、そのパッチをかわしました。あ、右を狙ってますね、では。ね、またいろんな打ち方してますからね。これの方も気をつけますね。この両者は41年の2月10日に顔を合わせておりまして、白井さん、第1ラウンドに右を切って、沼田が倒してますね。あ、そうですかね。右を切ってダウンしたからね。やはり1回目は、はい。背中が見えております。現在、東洋ジュニアライト級チャンピオンの沼田義明、左の方に移動いたしました。
白井さん、とにかく出だしの上、だいぶ調子がいいようですね。なかなかね、岩田はですね、追い込んでいってますよね。はい、すばらしかったですね、1回目は。ですが、沼田はですね、精密機械と言われまして、マイペース。その自分のペースを保っていることには非常にうまいんですね。そうなんですね、地元のものを見てるんですけどね、ちょっとフルーツ大変なんですよね。だから、ただ考えてるのがありますからね、それでも十分。第1ラウンドをそうすると歯車狂ってますから、ちょっと狂いましたね。自分のペースじゃないと思います。このことはいけませんね。まあ、トラブルを使えばですね、自然に、ラブになりますからね。大谷君の神様の狙いではね、またのペースになるんですけど。追い込まれそうですね。一方っていうのも一番いけませんからね。やはり、初手中なってもですね、そのまた何か打たなきゃいけませんね。左を反撃しております。沼田ゲーム、宮内が宮内が宮内とリンが入りました。この宮は強烈であります。接近してのボディ、これもまた怖い。ついてはいきません、沼田義明。すごいですね、そうですね。内臓されております、チャンピオン。チャンピオン押し込まれました。さすが世界一位、助教一。強い。痛そう。あるいはグラブの手も手に入りましたか。ちょっと目を痛そうにしております。顔面ハイブの輪っかであります。さあ突き上げ、公開練習でも知られた、この接近しての右アッパーの突き上げ、左アッパーの突き上げが良かったですね。なかなかね、良くなりましたね。はい、そういうところはもう通常のアッパーは、そのアッパーは怖かったですからね。あれはこの前来た時にはあまり見せなかった感じだったので、今の場合は公開練習がものすごくよく、はい、すごい試合しましたね。そうですね、他にチャンスを狙っております。余興一の目輝いております。あーっと、みんな入った、小さなワンツー、どううまさ、こういったところにあります。ショートのワンツー、左のジャブを軽く当てまして、右を強烈に当てます。うまくその中盤あたりまで持っていきますとね、はい、まだ後半になって、序盤ちょっとスタミナの状態とかありますからね、そういうのが反応できるんですけどね。そうですね、なんとかして中盤以降まで持ちこたえたい沼田義明。右を振りました、右を振って反撃、ちょっと左が大きい、ロング激しい打ち合いのうちに3ラウンド終了いたしました。しかし、ケンジさんの採点表、このラウンドも挑戦者の助教一が5対4とワンポイントリードして、第2ラウンドを終了いたしました。お待たせいたしました。先月5月16日に行われる予定でございました。東洋ジュニアライト級タイトルマッチ、チャンピオンの沼田義明に対します韓国の助教一の東洋ジュニアライト級タイトルマッチ12ラウンド、すでに第1ラウンド、第2ラウンドと終了しておりまして、まもなく第3ラウンドのゴングが聞かれようとしております。郡司さんの採点表によりますと、短く連打を出しました助教一が第1ラウンド、第2ラウンドともに5対4とリードいたしまして、挑戦者の助がややリードして第3ラウンドに入っております。現在チャンピオンであります。東洋ジュニアライト級のチャンピオンであります。一方は韓国がやってまいりました。助教一、先月の16日に行う予定でありましたが、来日不能となりまして今日に挑みました。この試合会場は超満員であります。なお韓国の文化放送からラジオ班がやってまいりまして、韓国の全国向け現在生中継を行っております。非常に韓国でも期待を持っております。この東洋ジュニアライト級タイトルマッチ、今晩も軍事の動作と試合予想さんにお話を伺っております。少しずつ白井さん、沼田が調子を出しかかってきましたでしょうか。ちょっとね、スピードがないようですね。スピードがありませんか。ちょっと飾るなというようなこともありますね。なるほどね、まあ、1、2回ちょっと、ね、打たれましたからね、はい、ちょっと一戦になってますね、はい、まあ、プロチームスタイルになってこの回は十分打ちが出てきてますよね、はい、ただプリンスとは
今日はですね、強気になってますね。従来の左ですね、レフトのストレートね、シャープなやつ、あれがまだ出てないんですね。はい、ミニクロスがカウンターを狙っております。横一、黒いトランク、ロサイア、フルマが来ています。はい、フルカウンターがうまくて、非常にいい動き、軽々と動いております。挑戦者は横一、一方はちょっと硬くなっている感じがありまして手が出ません。チャンピオンの沼田義明であります。とにかく郡司さん、この試合に勝った方がとにかく、世界のチャンピオンへの道が開けるんですからね。よく3人が世界の上位に行きますね。小松への対戦も約束されているようなものですね。こちらも勝ちたいでしょう。はい、ちょっとこのラウンドあまり舞台に攻め込みませんね。相手を伺っております。助教室であります。この辺の右を食いますと沼田浅いですか。はい、早くも顔面真っ赤であります。特に左目のあたりが真っ赤になっております。沼田義明、今の打った方がいいですね。はい、あまり大振りしないようにしてください。第1ラウンド、もう届いてきます。暗くなっております。フリンチしてもうまい助教一であります。ああ右からでゴング。第3ラウンド終了いたしました。このラウンドは5対4と郡司さんの採点表を初めてチャンピオンの沼田義明が取りました。第3ラウンドを終了いたしました。これが現在東洋ジュニアライト級チャンピオンの沼田義明であります。沼田が世界タイトルを失いましたから今年3月8日に岩田はじめと一試合を行っておりますが、それ以来の試合でございます。今日はぜひとも勝ってタイトルを守りたいということを語っておりますが、かつてこの助教一選手と沼田選手は戦っておりまして、その時は判定で敗れております。タイトル防衛と同時に今日はその雪辱を秘めております赤コーナーの沼田でやりましたが、今日は非常に控え室で大変リラックスしておりまして、好調にそのリラックスムードが第1ラウンドから発揮されております。挑戦者の助教一、現在世界ジュニアライト級の1位でありまして、これを破るか破らないかによって沼田の今後が占われるわけでありまして、対戦両者にとりましては大事な試合でございます。さて第4ラウンドに入りました。激しい打ち合いがリング上続いております。飛び込んだ沼田義明でありますが、ちょっと白井さん、荒いですね、沼田がね。まあ、そうですね。で、3回目あたりからね、こう、リラックスになりましたね。落ち着いてきましたか。早くなりましたね、動きが。やはり、郡司さん、硬さが取れないスピードが出ませんね。そうですね。それで、何しろいっぱいしてるだけでね、はい、戦争的にはかなり、タイトル防衛と同時に、強めがあったんじゃないかと思うんですけどね。そうですね。3番とは打ち気になりましたね。相手を外します、ボディーエレンダ。少しずつ、パネルは戻ってまいりましたか。精密機械、沼田義明。はい、ちょっとオープン気味。この試合はレフリーがニッキー・ポップ、ジャッジは大山浩と森田健であります。青コーナー、じっと助教一の動きを見つめております。金マネージャーが言っております。とにかく負けたらもうしょうがない、しかしとにかく勝ちは勝ち、負けは負けなんだから、そのはっきりとその勝負をつけてもらいたいということを語っております。何か納得のいかない判定は決まるということを語っておりました。また反撃、しかしさすがに石原さん、今日はうまいですね。一発しか打たせませんね。そういうことですね。でもね、よく見てましたね。相手が来るとちょっとね、切迫してですね、よく見てますから怖いですね。見えております。ブルーのトランクスに白い線が入っている助教一、非常によく見ております。第4ラウンド2分の経過、あと1分であります。だいぶ沼田
らしさが出てきました。郡司さん、そうですね、軽くなってきましたね。本当はただあのどのカウンターだけは怖いですね。そうですね。中コーナー、松島トレーナーが話しております。とにかくまたつついてはいけないというふうに言っております。徹底的にアウトボクシングだ。これが先です。今右を反対いたしました。ちょっとしかし完全に当たっておりません。さあ、ではコーナーに追い切れました。さあ、うまく馬鹿石焼き避けました。でもちょっとあの焦り気味ですね。はあ、これね、まあ足がないだけにね、馬鹿に立っているんですね。それで足があったら怖いと思いますけどね。まあ、そういう意味で馬鹿はやはりあのクソアンドウェイさんがいいですね。はい、終了。カメラエンド初めて両者5対5、郡司さんの採点表に記録されました。第4ラウンドを終了いたしました。放送は TBS をキーステーションとして北は北海道から南は九州琉球まで全国主要民間放送22社の強力なネットワークを通じて生放送でお送りしております。3回目の防衛戦を迎えております東洋ジュニアライト級チャンピオンの沼田義明。チャンピオンになりましたのは40年の4月1日フィリピンのマリー・フラミアノ氏がタイトルを獲得いたしまして、その後臨床祭デル・ロザリオ・キッド、この2人から防衛いたしまして、これが3回目の防衛戦であります。挑戦者の助教一は世界タイトルを1回、東洋タイトルを3回経験しておりまして、これがタイトル挑戦が4回目という韓国の助教一であります。日本人との対戦成績は9勝2敗ということで、日本に参りまして非常な強さを誇っております助教一。敗れましたのは現在世界ジュニアライト級チャンピオンの小林博士、それから関光則、この2人だけであります。大振りになるのに比べて、ではまっすぐ小さく出ますね。そうですね、今の人からですね、夜中の環境はですね、あのミスターですね。ちょっとウィービングで相手を減圧しようというチャンピオンの沼田義明であります。しかしちょっと押し込まれている感じが強いチャンピオン。第5ラウンドであります。右が来ました。しかし肩のあたりに当たりました。完全に当たっておりません。まだ得意の左ジャブの連打が右の攻撃であります。当たっておりません。平井さん、ようやく沼田のエンジンが少しずつ、よくなりますね。はい、2分を警戒いたしました。その目は輝いております。鋭い目、金マネージャーの話によりますと、今回はタイトルマッチということで、あまり練習の量が多くない助教室も今回は十分練習したそうであります。ストレートと言った方がいいでしょうか、白井さん。今はね、なんかストレート気味ですかね、はい、山なりの。今のあんまり効いてないんじゃないでしょうかね。まあ、しかし、あのスピード感いって、郡司さん、まともに受けたらね、そうですね、当たったようですよね。左、左を返しました、沼田義明。もうほとんど時間がありません、第5ラウンド、チャンピオンを押し込んで、モティブロー。まあ、だいぶ、ロング、ロングでやります。ニヤッと笑いました沼田義明。郡司さんの採点表はこのラウンドも5対5両者ハイであります。第5ラウンドを終了いたしました。
州のチャンピオンスカウトでありますが、6月20日は全日本バンタム級チャンピオンがメキシコからやってまいりました。メキシコバンタム級5位のラミロ・リーデスを迎えまして10回戦を行います。おなじみの英語ラッシュがどの程度メキシコからやってまいりましたこのリーデス選手に通じますかどうか、どうぞご期待いただきたいと思います。さて第6ラウンドを迎えました。東洋ジュニアライト級のタイトルマッチ、ちょうど半分であります。だんだんと少しずつ調子が出てまいりました。また弟子明ちょっと青コーナーのところにタオルが引っかかっておりまして、それをボディーブローを行って送りました。またのゼラパのボディーブローが出るようになれば調子が高くないですね。はい、24日から1週間キャンプを行いまして、1週間キャンプでは左のガードを上げて相手の右を食わないように、そういったことを勉強したそうでありますが、白井さん、そういった効果は出ておりますでしょうか。なかなかいいですね。はい、今の左なんかの仕方なんかもね、追い込んでるんですけど、なかなか速くなりましたね。案外うまさっていうのは分譲というところがありましてね、後半になって追い上げる場合が多いんですけど、何しろ相手は非常に安定した力を誇っている教育ですからね。安定するではもちろん優秀ですね。とにかく今日は会長の言う通りに動きさえすれば自信があると思っておりました。また吉明でありますが、会長はボクシングが小林先生よりも調べ物にならないくらい上手くなっている、それから精神的にも大人になっているということを言っておりました。小高会長であります。あと15秒で2分であります。あと15秒で2分、ちょっと相手を見ておりますと両選手でありますが、ちょっときっかけがつかめません。頭が危ない。ウェイトも今日は両選手ともに130パウンドちょうど1回で負けておりまして、両陣営ともウェイト調整が非常にうまくいったということを語っております。白井さん、出だしほどジョーのパンチもあまり当たらなくなってきたようですね。元の動きも良くなったことね。そういうことなんですよね。それはやはり硬さが取れたということですか。はい、そういうことです。ジョボンの設計室の、ローカイのアッパーのアッパーですね。それが効果練習で進んなかったんですけど、そういうものを抜けることができましたよね。このあたりの避け方、こういうスタイルになりますと、沼田はちょっと、沼田のペースということができると思います。ロング。第6ラウンド終了いたしました。このラウンドも郡司さんの採点以上、差がありません。5対5、タイであります。第6ラウンドを終了いたしました。
と左と今の右は。あの、今日いいパンチですね。はい、あ、右のクローズなんかも。Thank you.